マックス2011で展示された AL-55AL-55 AL はロシアの NPO サトゥールン社によって先進的な練習機や無人機や軽攻撃機用に開発、製造されるターボファンエンジンである。製造はロシアのサトゥールンとウファエンジン製造合同が出資した50、50に応じて分担しており、サトゥールンはエンジンコアの製造、地上及び飛行試験、 最終組み立てを実施し、ウ f ファはそれ以外を担当する。その他インドでは2016年より、ヒンドス対航空機でライセンス生産を開始する予定である。AL-55 の開発は1998年に始まった。サトゥールンは繰り返し、トレードショーで宣伝してきたが、顧客の不在と資金調達問題により開発は進まなかった。しかし、 2004年にはインドはエンジンに問題があった HAL HJT-36 練習機のエンジンとして AL-55 を選択した。2005年には最初のベンチテストが開始され、同年6月 HJT-36 用の AL-55i の開発のための契約を締結。8月に MAX-2005 でロシアのロソボロネクスポルトとして知られる。 輸出機構とインドのヒンドスタン航空機は最大1000機の AL-55i エンジンのライセンス生産に合意した。この合意には250機のエンジンをインド内の HAL の施設で HJT-36 練習機と HJT-39 系攻撃機の動力として製造する確定注文を含む2008年8月19日ミグ AT-83 がエンジンを AL-55i に乾燥して初飛行し、試験飛行を開始した。同年11月14日にはエンジンが、ミグ AT 上で正常にテストされており、受け入れテストのための準備を行っていることが報告された。2009年、サトゥールンは、インドの HAL のための3機のプロトタイプエンジンの受け入れテストを完了した。2010年4月27日、50kg 以上。 重量を減少させたアップグレード型 AL-55i のベンチテストを開始した。これは、主要コンポーネント及びエンジンシステムの寿命を延長するために行われている。同年8月には主要な開発作業が完了。翌年には、HJT-36 の認定テストプログラムを正常に完了し、追加で10機の供給契約が結ばれた。設計には、 AL-31F の開発経験が生かされている。これに関して AL-31F の単なるスケールダウン型とされることもあるが、これは間違いである。AL-55 は AL-31 回エンジンと比較して1、4に満たない重量であるが、同規模のラルザックと比べ25%ほど上回る、推力を発揮し、より高い高度で、 効果的に動作することができる。ラルザックレイオン r 2 0とは完全な互換性を持ち、乾燥も可能である。また、3つのオイルタンクと自立した、活油系統、NPO モルニア製の S-55 ファデックにより、AL-55 は、ラルザックと比較して広いエンベロープ条件を有して、おり搭載機はほぼ時間無制限での背面飛行が可能である。モジュラー構造により、現地では、 複雑な整備を避け分割して交換できるため整備が容易で過酷な環境下において良好な性能を保持できる。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。